こんばんは。HNO ニュースのお時間です。大人気 YouTuber 花尾氏が25日に公開した動画、花尾チャンネル終了の件について、視聴者側は全く信じていないことが分かりました。花尾氏は自身のチャンネルにて終了するとの旨を発表しましたが、それに対して視聴者側は、開始0秒で全てを悟った。この演出は正直本当に辞めるときに見たかった。近所の公園で草、と全く信じていない模様です。これに対して花尾氏は、視聴者のメディアリテラシーを甘く見ていたと話しております。それではここで、毎度おなじみ、知人と近隣の住民の声をお伝えしたいと思います。どうぞ。特に、感慨深いとか、そういう思いはないですね。もう普通に、終わりがあればそれは始まるでしょっていう、それだけですね。絶対そうだろと思ってたわ、俺。お前もそう思ってたやろ。いや、俺は絶対マジで。いとめでたき。自己防衛、おめでとう。自己防衛、おめでとう。あげ。知らない、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 大体なんて知らない。確かに近隣の皆さんは特に動揺しているような様子は全く感じませんでしたね。はい、まあ、私の方もどうせこうなること、あ、ただいま速報が入りました。大人気 YouTuber の花尾氏と伝言氏が本日チャンネル名を新たに変えて再スタートを切ることが分かりました。新チャンネル名はもう間もなく発表されるとのことです。それでは現場につなぎます。はい、こちら花尾氏の自宅です。現在たくさんの記者が詰めかけております。花尾と伝言本人たちはまだ到着していない模様です。しばらく待ってみたいと思います。ボロンボロン、ティガレックスティガレックスに言う子やわ。あ、してますか。もちろんモンハンセカンドからやってる人たちよ。ガチ勢、ガチ勢ですか。四角で武器しまうんでしたっけ。いや、もうそれ覚えてないわ。そう、四角で武器しまう。はい、こちら外のカメラです。あ、今来ましたね。花尾と伝言を乗せた車が今、道に入ってきました。もう間もなく、あと5分ほどで、スタジオに到着するかと思われます。先日購入したばかりのアルファード、悠々と走っております。悠々自適の暮らし。まさにそれは、アルファード。大変存在感があります。現場に戻します。ノーマーク爆配と実写化してるんですけど、うん、それに出てくるチューレンポトミっていう女の子出てくるチューレンポトミ。チューレンポトミなんかめでたいやん。サチ多そうやん。チューレンポトミって出てるんですけど、うま、ん、くやってるのグラビアやる。何の道ちょっと車の方がですね、細い道が多いので結構切り返しとかで今遅れてる。そうですね。あーっと、これ通れるのかな。これ道が急に細くなってきましたが、さあ行け、行け、行けない、止まってしまいました。アルファード今止まってしまいました。 Google マップの道案内がどうやら下手くそだったようですね。確かにGoogle マップで行くと結構細い道とか行ったりするんで、ここはバックで対応していく。ここは冷静にバックで対応していく。アルファード、その巨体はちょっと今ここではデメリットとなってしまっているか。記者の数が先ほどより減っていますね。アルファードが道に迷っていたせいで、何名かの記者が待ちきれずにそのまま帰ってしまったようですね。お前お母さん似てんな。え、何？いやいや、お母さん似てるわ、お前。まあ俺ザンギエフに似てるってよく言われる。あとエドモン。ああ、そうだ。エドモン。さあ、一旦住宅街にまた出てきました。まあ一旦また広い道に出てきました。あっと、子供要注意ですね。こういう時に焦っちゃいけませんからね。こういう時に焦ると事故が起きますから。おっと、ここで止まってしまった。なぜだ、どうした。ここまっすぐ行くのが世話なんですけれども、さあどうする。あ、急に左に曲がり始めました。どうした。あ、これはすれ違い通信です。ここはですね、車幅がちょっと狭いので、あれですね、その自動車が2台通れない。あ、ここですかさずおばあちゃんが通っていく。さあ気を取り直してバックをして、また再び前に前進。
前に前進というのはおかしいでしょうか。前進、さあ再び前進して、スタジオに向かっていきます。あ、そう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 、まるでこう月立ちやったらこういう持ち方やったっけ。立ち使いやった。僕でもあのガンランスとか結構好きですよ。あ、飛び道具好きそうやん。あ、飛び道具大好きそう好きそうやん飛び道具好きそうってどんなやつ。そうさあラストスパート、今見えました。通常5分でこぼれるところをなんと10、20分ぐらいかかってますかね。ここまでやっと着きましたね。今まで右往左往ありましたけども、感動の車庫入れ、ここでミスることはできない。慎重に入れていきます。ただいまスタジオに到着しましたので、もう間もなく花尾電眼、姿を見せることかと思います。それでは現場に戻しまーす、ね、あの麻生さんだって麻生専務っても山口県では麻生山田公園みたいな、すがちゃんの人たちと現実にマージャンの人たちどっから来たっすよ。あ、来た来た来た、みんなのデッカルあるよこれ大丈夫これちょっとなんか、まあ、なんか先ほど花尾と電眼の両名で新チャンネル名を決めました。新しいチャンネル名は花尾電眼です。今日から、花尾チャンネル改め花尾電眼で頑張ってまいりますので、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこれから質疑応答を始めます。質問のある方は手を挙げてください。どうぞ。犯罪の伊藤です。まあ終わりかなと思ってたんですけども、終わりじゃなかったということでしょうか。はい、いい質問ですね。花尾チャンネルを終了と言わせていただいたので、表現上少し語弊があるかとは思うんですけども、想定の範囲内かなというふうに思います。はい、どうぞ。犯罪の木村拓明です。花尾電眼というネーミングはどこから取ってきたものなんでしょうか。我々がですね、花尾と、まあ、電眼で主に活動していたんですけども、まあ、それの名前をもじる形で今回花尾電眼と決めさせていただきました。ありがとうございます。はい、再び花尾どうです。はい、コメント欄でも予想が多かったと思うんですよね。花尾電眼は、はい、ちょっと安易すぎじゃないかなと思うんですけど、うん、安易で何が悪いというのが私の意見です。親しみやすさ、それが一番ではないでしょうか。どうです。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。阪大の木村です。はい、1年前にもチャンネル名を変更するといったようなことがあったと思うんですが、なぜ今さら変えるという決断をなさったのでしょうか。去年にも確かにチャンネル名を変えるということがあったんですけども、まあ、その時は、私電眼がまだ未熟でして、私の方から一度まだ俺には早いと言わさせていただきました。しかし1年間 YouTube としての経験を積んで、もう一度そういう話を受けまして、今年改めてこの花尾としっかり2人で頑張っていきたいと、そういう思いになりましたので、今年変更することになりました。ありがとうございます。名前を変えるということはチャンネルの内容が結構変わるということでしょうか。変わりません。人が増えるとか。ないです。内容が過激になるとか。ないです。逆に落ち着いてしまうとか。ないです。ないです。
ありがとうございます。キム・ヒョジュン氏がメガネを変えたというのは本当なのでしょうか。他に何か質問がある方はいらっしゃいますか。なんか最後の動画でペン投げるやつがなんかやらせ疑惑が出てるという話を聞いたんですけど、その辺どうでしょう。それに関しまして、私大変コメント欄で拝見させていただいた、いただいて誠に遺憾なんですけども、そのね証拠 VTR お見せしたいと思います。それでは VTR せーのどうぞ。どうはい、ということで、花尾チャンネル改め花尾天眼、これからもよろしく、せーのお願いしまーす。バイバイ。面白さ2倍アップ当社費、個人の意見です。